さあ斉藤さん、はい、ともに100キロ級の選手による決勝ということになりましたね。そうですね、これは長い大会の中でも非常に珍しいというか。そうですね、100キロを超える選手同士の戦いがもう今や、はい、普通にこう行われている最近の歴史の中では非常に珍しい光景です。またこの100キロ級この2名はですね、ただいまより決勝戦を行います。はい、まあ、重量級とも対戦してももう互角だという結果ですよね。はい、はい、選手さあ注目の6分間釣り手かなり高い位置、井上康生右組み、そして左組みの鈴木は下から持った。あ、積極的に来ました。かなりこれ井上康生気合入ってますね。気合入ってますね、集中してますよ。はい、184センチ。さあまず両者釣り手を取り合いました。平成関西株式会社逆に内股を狙います鈴木英二。さあ始まってまだ33秒ですが、お互いに1回ずつ内股を出し合いました。まだがっちりと引き合っていません。この組み手争い、そして鈴木のこの足技にも注目です。ここはお互いがっぷりですね。はい、持ち合いました。さあ内股はちょっと井上選手の釣り手が下がってたんですね。今は井上選手の釣り手十分ですよ。はい、これで引き手が組めればですね、攻撃に出れるんですけども、先ほどは襟を持ったまま技をかけました。はい、まあ、ただ本当に井上康生選手は世界中から研究されて、この釣り引き手を取れないというのがですね、どの試合でも見られます。そうですね、最近はですね、脇を持ったり襟を持ってからの攻撃もできるんですね。はい、そうですね、はい、さあ両者に組み合わないということで指導が来ました。1分30秒が過ぎたところです。あのアジア大会の無差別の時にも相手の大内刈り、相手のその脇のあたりを掴んだまま内股をかけに行きました。井上、さあ鈴木頭を下げての内股、これはちょっと釣り手がですね、襟なんですね、はい、ちょっと不十分だったですね。そうですね、はい、ただ井上康生は頭を下げるとすぐこう攻められるということが今の組手でも分かりました。はい、もうすでに2分が経過しました。さあ鈴木いい組手だ。さあ鈴木、井上は今ピンチです。これは井上選手 の、はい、あの釣り手十分ですよ。はい、これで逆に鈴木、さあ、はい、技の応酬、今は井上康生袖釣り込み押しに行きましたか。背負い投げですね、背負い投げに行ったんですね。背負い投げに行ったところを鈴木啓司が返そうとして、はい、もうあの白熱した試合ですね。技の掛けになりました。はい、さあ一瞬も目が離せません。2分半経過、まだ両者ポイントなし。やっぱりここまで来ればですね、気持ちなんですね。はい、いかに勝ちたいか、そこで優位な差が出てくるんですね。3連覇を狙う背中、井上、さあ鈴木技をかける、はい、鈴木勝てば初優勝です。遠藤澄夫審判が今両者の服装を直させています。さあここまでの戦い、斉藤さんはどういうふうにご覧になりますか。そうですね、今のところは五分ですね、はいはい、激しい組手の攻防だと思います。はい、共に自分の組手になったと思った時に技をかけに行きます。そうですね、今は鈴木です。逆に今度は井上、目まぐるしくこの攻防が変わります。試合時間が半分過ぎた、内股、
を果たして見事な一本勝ちです。共に技の掛け合い、素晴らしい技の応酬の後、井上康生得意技の内股で一本勝ち。